こんにちは、ゆうです。今回はこれソニーから誰でもね簡単に Vlog が撮れるカメラ VLOCAM ZV-1F のレビューしていこうと思います。はい、発売してね大体2ヶ月ぐらい経ったんですけども、僕ね発売日に購入して大体ね気軽に Vlog 撮りたいときはこれをねポケットに入れて、気軽にね出かけておりました。そんな使い方をしていた ZV-1F なんですけども、良かった点とね気になる点、あとは、ね、どんな人に向いてるかっていうのをねお話できたらなと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、ということでね、こちら ZV-1F のねレビューしていくんですけども、まずねこのね ZV-1 ご存知ですかね。ソニーのね初代の VLOCAM ZV-1 になります。最初ねこの ZV-1F がね発表された時に、僕はこの ZV-1 のね後継機だと思ってましたので、スペック的に残念感はねあったんですけどね、購入してね使っていくうちに、もうこれはね本当にね VLOCAM のエントリーモデルということをねもうつくづくね感じました。なので ZV-1 のね後継機ではなくので、本当にね動画を始める初心者、カメラを使ってね動画を撮りたいというねもうエントリーモデルだということがね改めてね気づかされました。そんな ZV-1F なんですけども、少しでもね購入の参考になればいいなと思います。はい、それではねちょっとね ZV-1 のねレビューする前に、この ZV-1 とのね大きな違いが大体3点ぐらいあります。そこをねちょっと軽くお話ししようかなと思います。まずねこの ZV-1F と ZV-1 の違いといえばレンズが違います。こちら ZV-1F の方はよりね自撮りがしやすくなった 20mm の超広角レンズが搭載されています。一方ねこの ZV-1 にはね24から 70mm というねこういったねズームができるレンズが搭載されています。そこがねちょっと大きな一つは違いになります。で2つ目の違い、操作性ですね。よりねこちら操作がねシンプルになって、スマホのユーザーでもね簡単にね操作ができる仕様になっております。まだねこれは後ほど詳しくお話しします。で3点目、この ZV-1 に比べてね静止画の写真の性能がちょっとね削られております。なのでよりねちょっと動画に特化したカメラとなっております。このね3点が大きな違いになります。はい、それではねこの ZV-1F についてお話ししたいと思います。はい、ではね2ヶ月間僕はねこの ZV-1F を使ってきて、どんな人に、おすすめなのかという点なんですけどね、まず結論から言いますと、もう先ほども言ったよね ZV-1 よりかもねよりね操作が簡単になって、レンズがね広角になって自撮りがしやすいカメラとなっております。そんなところからもうこれね本当に完全に Vlog 初心者エントリー向けのカメラとなっております。なので中級者以上ですね、そういった人にはね物足りない仕様になっております。なのでねここが足りないとかね、ああいう機能が足りないとかっていうねいろいろ出てくると思うんですけども、あくまでもね VLOCAM 簡単に Vlog が撮れるようなカメラ設計となっております。そこがね一番このカメラの重要なポイントかなと思っております。とにかくね本当に操作がしやすいカメラとなっておりますのでね、スマホを使ってた人、もしくはねこれからカメラで動画撮りたいって方にはね本当に簡単にね撮れるようなデザインになっております。言ったらね本当に日常をね簡単にサクッと撮るようなカメラとなっております。ではね ZV-1F をね使ってきて感じたことをお話ししようと思います。まずね良かった点話して、気になる点話そうかなと思います。ではね使いやすいと思った点なんですけども、こんな感じです。はい、ではね一つ目いってみましょう。操作がね非常に簡単だということですね。でも今更感はあるんですけども、やっとねソニーのコンデジでもタッチパネル対応になりました。メニューとかですね、今までソニーのカメラっていうのはねオートフォーカスとかしか対応してなかったんですけども、それによってね本当にスマホのようなね操作感が得られるようになりました。例えばこういった感じで、これはね新しい機能なんですけども、撮影中とかねそういったところでも操作アイコンっていうのが出てきまして、誰でも簡単にねここから録画できたりするようになっております。で自撮りした時もこの画面アイコン出てますので、後ろのねメニューボタンとかねそういったボタン類を押さずに画面上でね完結できるようになって、本当にね何て言うんですかね、ちょっと言い方悪いかもしれないんですけども、昔だったね携帯の楽々本のような感じです。本当に誰でも簡単に操作できるような設計になっております。なので、カメラ苦手意識持ってる方でも、もうスマホのような感覚でもう楽々ね Vlog が撮れてしまうような設計となっております。はい、全体的にねカメラの性能というよりかはね使いやすさ重視、初心者の人でも馴染みやすいようなね
操作感になっているのがまず一つのポイントだと思います。はい、2点目 20mm の超広角レンズというところで、まあ、ZV-1 先ほどね ZV-1 と違って超広角のね 20mm の単焦点レンズ搭載しているために自撮りがね非常にしやすくなりました。まあ、そこがね大きなポイントです。ただね20mm そのままが動画で使えるかというとちょっとね補足がありまして、動画撮るときってねやっぱり手ブレを気にしますので手ブレ補正このカメラにも入っています。で手ブレ補正をオンにすると通常 20mm の画角から電子補正なのでねちょっと画面がクロップされます、ちっちゃくなります。で大体ね 1.25 倍ぐらいになって25ミリぐらいの画角になりますので、そこはねちょっと注意してください。まあ、一応ね ZV-1 よりかはね画角が広くなって自撮りしやすくなっている点がポイントになっております。はい、続いてね、まあ、Vlog といってもねいろいろなね人によって捉え方があります。まあ、日常の外に出かけて散歩したね風景を残す Vlog、そして、まあ、こういったね商品レビューの Vlog、 あとはね部屋の中で自分のね生活の様子を残す Vlog とかね、まあ、人それぞれ様々な Vlog があると思います。まあ、そういったところをトータル的に使いやすいね人を際立たせる、例えばね被写体を際立たせるようなね機能が満載しております。どういうことかというと、まあ、カメラ初心者にはね本当に簡単な背景をぼかしたりくっきりさせたりできるボタンがついております。まあ、それによってね簡単に背景をねくっきりさせたりぼかしたりという操作ができます。他にはね美肌効果といって3段階美肌効果がついていて、肌をね滑らかで美しく見せれるような設定もついております。あとね商品レビュー設定ですね、商品を出した時にこういった感じでねすぐにねピントが合うような設定もついています。あともう一つね映像の割合が占めると思われがちなんですけども、実はねマイクの方も重要で、こちら ZV-1F にはね大きなこういった3カプセルのマイクがついておりますので、音声もね、ま、一般のカメラに比べると綺麗に録音できます。で風切り音、外で撮る時のね風の音とかも防いでくれる風切り音防止、こういったねウィンドスクリーンついておりますというようなね被写体をね際立たせる機能が搭載しております。で4点目、あとクリエイティブルックですね。この ZV-1F はね誰でも簡単におしゃれに設定できるフィルターのようなねクリエイティブルックというね機能がね備わっております。自分の好みに合わせて色味変えて撮ることができます。はい、続いてね5点目です。5点目なんですけども、次はねコンパクトで軽い設計となっております。 ZV-1F もね本当にポケットに入るコンパクトなカメラになっております。もう本当にねいつでも持ち歩けるようなデザインになってまして、もうデザインはね本当トイカメラのような可愛い馴染みやすいデザインになっております。このねブラック以外にもホワイトも用意されておりまして、本当にね非常に軽く、先ほどのねこちら ZV-1 に比べてもね 40g ぐらい軽くなっておりますのでね、本当に持ち運び楽です。いつでも好きな時にさっと取り出して撮影することができます。続いて7点目なんですけども、スマホとの連携が強化されたという点になります。実はねこの ZV-1F は今までのねソニーのアプリとは違って、イメージエッジモバイルプラスというね新しいアプリが用意されております。まあそれによって例えばねカメラのね電源オフの状態からアプリを使って起動させてそのままね写真を転送できたりするような機能も備わってたり、あとは 4K 動画もね今までだったら送れなかったんですけども送ることができます。ただね 4K 動画って非常に重たいじゃないですか、転送するのワイヤレスで。ですけども自分のねその 4K 動画の中、例えば1分とかね2分とかの長い動画をずっと撮ったとします。でも必要なのってその一部じゃないですか。その一部の部分をここねカメラ内でマーカーつけておいて、そのね前後をこのねスマートフォンに転送できるような機能もついております。まあ、そういったねところも強化されていて、よりねスマートフォンとの連携もアップしておりますので使いやすくなっております。はい、大まかなね良かった点というのはそういうところです。あとはね USB 挿すだけでウェブカメラになるとかね、まあ、他にもねこまごまとね良かった点とかあります。めちゃめちゃね起動が早いとかね、カバンの中とかねポケットからさっと取り出して撮影できるというね本当手軽なカメラとなっております。またねこういった感じでこれはね ZV-1 と同様なんですけども、この画面を閉じた状態から開けると電源が入るというね仕様にもなっております。はいとね、実際ね本当に使ってきて初心者でもね本当に軽々と撮れるような、まあ、Vlog にね特化したカメラとなっているのがポイントの一つかなと思います。はい、ではねちょっと使ってきて気になる点が何点かありますので紹介していきます。まあね本当に
僕ね、カメラの初心者じゃないので、まあ、初心者の人にとってはね、そこまで気にならないかもしれないんですけども、一応ね、気になる点お話ししておきます。はい、一つ目がね、手ブレ補正ですね。まあ、気にならない人は気にならないかもしれないんですけども、正直言いますと、今現状のね、スマートフォンとかね、まあ、アクションカメラに比べると手ブレ補正弱く感じます。実際ね、試しましたけど、こんな感じですね。こちらが iPhone の時の比較。どうでしょうか。僕のね、iPhone ね、11 Pro になります。結構古いです。はい、少しね、横に振ってみたいと思います。特にね、4K の時は本当にね、ちょっと変な揺れが発生してしまいます。フル HD になると、ややね、解消されるんですけども、まあ、個人的にはね、ちょっとね、あまり好きじゃない揺れ方をするのでね、ちょっと気になる点として挙げさせていただきました。と思ってね、普通に撮る分に関しては、そこまで気にならないんですけども、歩きながら撮る時っていうのがね、結構気になってきます。なので、そういったね、揺れが気になる方は、フル HD で撮ったり、あとはね、もうジンバル使って、撮るとか、あとはね、ソニーがね、用意している無料のソフトウェア、カタリストブラウズってありますけども、それを使うと、後から補正なんですけども、手ブレ補正、すごくね、滑らかになります。こんな感じです。なのでカメラ本体でちょっとね手ブレ補正弱いかなっていう風に感じます。はい、続いてね、オートフォーカスの件ですね。まあ、ソニーのね強みでもあるオートフォーカスなんですけども、ちょっとねこのカメラ ZV-1、 先ほどね ZV-1 と比べてオートフォーカスの形式が変わっております。コントラスト方式のみになっておりまして、ちょっとね初心者の方には難しいんですけども、まあ、ちょっとねオートフォーカスのレベルが落ちております。なので結構ねこういった感じでピント合わせるときにふわんふわんとね、位相数が入ってないので、鳴ることも多々あります。そこはちょっとね、注意が必要かなと思います。はい、続いて3点目なんですけども、ここもね、初心者の方あまり気にならないと思うんですけども、ISO オートの時に、ISO 感度というね、電気的にね、明るさを調整する ISO っていうのがあるんですけども、それがね、このカメラは125から12800なんですね。ですけども、オートの時はもう自動的に上限が6400までとなっております。上限、下限がね、オートの時は設定できなくて6400っていうね上限がね勝手に追加されて、結構ね夜ノイズが出やすくなります。まあただね、ちょっと難しいかもしれないんですけども、夜はね ISO を落とすように手動で設定したり、あとはね露出補正で下げてあげたりすると、まあ、こういった感じでね夜も1型センサー搭載しておりますので、まあ綺麗に撮ることもできます。なので一応ね綺麗く撮れるポテンシャルは持ってるカメラなんですけども、ちょっとね、初心者用に設計されておりますので、まあ、ちょっとね、夜ノイズがね、そのままオートで撮ってしまうと出やすいというところだけね、注意してください。続いてね、4点目なんですけども、まあこれはね、本当にオートで撮るカメラだなと思います。というのはね、こちら、普段のね、ソニーに搭載されている、自分のね、撮影、よく撮る撮影の設定をできる MR という機能がついております。例えばね、ミラーレスだったら、ここですね、この1、2、3というところに自分のね、よく使う撮影機能を登録しておいてすぐにね呼び出せれるというね MR というのがねソニーの他のカメラには搭載されています。ですけども、まあ、このね ZV-1F には搭載されておりませんので、もう基本的にねオートで撮るようなね設計となっております。まあ、その分ねおまかせオートっていうのがありまして、基本的にねソニーのカメラっていうのをおまかせオートで撮ると何も設定できなくてカメラ任せになっちゃうんですけども、おまかせオートで撮るとこのね ZV-1F に限っては先ほどおすすめで紹介したクリエイティブルックの設定ができますし、あとね明るさ調整、カメラがね自動的に決めた明るさが良いかね明るいなと思ったら暗くできたりね、そういったね調整もお任せオートでできるようになっておりますので、ね、基本的にはオートで誰でも簡単に撮るような設計となっております。ただお任せオートでピクチャープロファイルの設定はできませんので注意してください。お任せオートでできるのはクリエイティブルックと露出補正のみになっております。まあ、なのでね、僕みたいに静止画もね、動画もよく撮る人で、設定はね、動画と静止画別々にしたい人は、ちょっとね、難しい
カメラとなっております。次ね、ここ ZV-1F には静止画と動画のモード変更以外に S&Q という、ね、モードがあります。でその S&Q という、ね、モードがややこしいという点です。 S&Q というのはね、スローとあとねタイムラプスと似たようなね映像を撮ることができます。で例えばね iPhone とかだったらカメラモードにするとこういった感じでね、まあ、スローとかタイムラプスって別々に分かれてて、もうボタンを押したらすぐ撮れるんですけども、ちょっとねこの ZV-1F そのスローモーションとかねタイムラプス撮るのは結構設定がややこしいので、まあ、注意してください。はい、続いてね気になる点なんですけども、写真の機能ですね。もうねこれ VlogCAM としてね発売しているので、まあ、そこは仕方ないんですけども、大幅にね写真の性能削減してきております。まあ、例えばねロー記録ができないとかありますし、あとはね電子シャッターのみとなっております。メカシャッター搭載しておりませんので、シャッタースピードがね4分の1までとなっております。ただしね先ほど言った S&Q モードにすると1秒までねなぜかシャッタースピードは下げることができるんですけども、写真の時は4分の1がね一番遅いシャッタースピードとなっております。あとはね動画時の手ブレ補正のみで、写真の時の手ブレ補正は入ってないとかね、あとは連写スピードがこっち24コマだったんですけども、大幅にねこちら下がっておりますのでね、そういったね写真機能は結構ね削減されていますので注意してください。まあこんな感じで 20mm の超広角生かして風景撮ったりしています。まあ非常にね写りはいい感じになっております。まあいつものね大阪駅なんかもいい感じのね天井がありますのでね、この超広角生かして撮ったりしています。はい、あと次なんですけど、これねまた細かいんですけども、この、まあ、ZV シリーズといったらねこういったね風切り音を防止するモフモフがついてるんですけども、今回ねこの ZV-1F からは環境に配慮した再生ポリエステルが使用されるようになっております。ですけどもねこれがねなぜかねもうめちゃくちゃね寝癖みたいになります。これ僕実際ほとんど使ってないんですね。こういった感じで寝癖みたいになって見た目がねあんまり良くないので、以前のだったらこういった感じでまだまとまりがあるんですけども、もう使っていくうちにこういった感じで膨張してきて結構ねなんか見た目が悪くなります。まあ、その点がねちょっと注意で、僕はね別のメーカーのものを使っております。環境にね配慮されたと言ってて申し訳ないんですが、僕ねちょっと別のものを買ってしまいました。ということで、ね、このモフモフがちょっとね今回から素材が変わって結構ね膨れ上がって見た目が良くないという点になります。はい、あとはねもう全体的に ZV シリーズに言えることなんですけども、防水性能はないというところですね。まあ、アクションカメラみたいにね激しいとこ撮るカメラじゃないんですけども、日常のねそういった簡単な防水防滴性能というのも搭載されておりませんので、雨の中とか撮る人はちょっと注意してください。はい、以上がねこの ZV-1F で気になる点でした。はい、最後にねこの ZV-1F についてまとめますと、発売して、ね、約2ヶ月間ぐらい使ってきましたけども、本当にね1型というねあのスマートフォンよりかもね大きいセンサーを積んでいて、まあ、それなりにね画質は良くて、写りに関してもね非常にポテンシャルをね秘めたカメラとなっております。ただねエントリー向けにカスタマイズされた非常にね誰でも使いやすいようにね、先ほども言ったように携帯で言うと楽々本のようなね、誰でもね本当に初めから使いやすいカメラとなっております。なので、ね、中級者以上の人にはねちょっと物足りないカメラとねなっておりますけども、まあ、本当にね日常を残すもう身軽なね本当にカメラとなっておりますので、もうポケットやカバンにしまって、まあ、気になったらねすぐにねサクッと撮るようなね日常を残すような使い方ができるカメラとなっております。まあ、それだったらね普段持っているこういったねスマートフォンでいいんじゃないのかなって思う人もいますけどもね、まあ先ほども言ったようにスマホにはね撮れないような画質ポテンシャル持っておりますので、まあ、もう少しね画質にこだわりたい人、スマホよりかね画質にこだわりたい人、あとはねこれからカメラ始めてステップアップしていきたい人、そういった人にはねおすすめかなと思っております。まあ、スマホにはねない画質で撮れたり、あとはね先ほど言ったようなマイクもそこそこねいい音質で撮れるマイクついてますし、商品レビューするときなんかはねやっぱり画質全然違いますので、あとはね夜間もうまく設定できればそれなりのね1型センサーという大きなセンサー積んでおりますので、こんな感じで夜も綺麗に撮れますので、スマホよりも安い価格で、まあ、こういったねカメラ始めたい方にはおすすめかなと思っております。まあしかしね先ほど言ったように気になる点でね、歩きながらとかね激しい動きに関する動画、特にね 4K 時のね手ブレ補正っていうのはねあまり強くないので、もしね
散歩中心の Vlog とか、まあ、激しい動きの Vlog 撮りたい人にはこういったねアクションカメラ GoPro とか DJI のアクション3とかねアクション2とかあとはねジンバル付きの DJI から出てるポケット2なんかをね買った方が僕はね幸せになれるかなと思います。まあ、本当ね現在ねこういったね Vlog に特化したとかね動画に特化したカメラいろいろ出ておりますので、まあ、最終的にねもう自分がどんな動画を撮りたいかで、まあ、カメラ選びっていうのはね決まってくると思いますので、その中でもねやっぱ ZV-1F っていうのは初心者にターゲットを置いて、まあ、トータル的にねいろいろ YouTube のレビューであったり日常を残せたり自撮りもできたり、あとはね街撮りの動画もできたりとね大体のことは任せられるカメラとしてね持っておりますので、まあ他にもね僕この ZV-1F に関する動画いっぱい出しておりますので、まあ、よかったらねそちらも参考にしていただいて購入検討にしていただいたらなと思います。はい、本日はねちょっと長くめちゃめちゃね長くなってしまってます。33分ぐらいになってます。ちょっとねカットして短縮していくんですけども、長くなってしまいましたけども、この ZV-1F の紹介していきました。またね不明な点とかありましたらお答えしますので、よかったらコメント欄にね書いていただけると助かります。本日の動画はこれで以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。